どうも。こんにちは。こんばんは。おはよう。レイです。今回はね、もうすぐクリスマスということで、クリスマスにちなんだ話題をと思いまして、まあもうね、おさんだから、過去を振り返るぐらいしかね、できなくなってきたんだけど、一番最初にね、その、恋愛においてのクリスマスの過ごし方、小学校の頃とかほら友達と過ごすとかはまあ除いて、一番最初にその好きなね女性と彼女とクリスマスを過ごした時のね思い出っていうのをねちょっと記憶の彼方にあるんですが、まあ、思い出してみまして、当時自分はね遅かったんですよ。彼女、本命の彼女っていうのはいろいろいたんですけれども、クリスマスを過ごしたりとか本当にラブラブするような、もう心から愛してるって言えたような彼女っていうのはができたのは初めてが18ぐらいの時だったかな。ね、その前はいろいろそういうなんかいろんな後輩からね、中学3年の時一個下の後輩から告白されたりとかで、付き合ってもそらね、そんなライトのね付き合いばっかりだったので、結構遅いんですよ、いろんな意味でね。俺女性に対してはデビュー戦っていうのも遅いし、18ぐらいなんで、だからまあそこでね、本当に初めて、好きになった女の人と、まあ、彼女でね知り合って、その1個下だったかな、だからまあ彼女が16、7だったのかな、なんか、うん、で17か、高校2年とか、そんなんだったかな、なんか。で、別のね、学校で、俺は普通科の田舎のヤンキー高校に行ってましたんで、で、その彼女は全然なんとか女子大学の付属の女子校で通ってて、そんなお嬢様ではないんだけど、普通になんか小さいマンションに住んでる人だったんで、まあ学歴志向の家庭っていうかね、結構固い家だったみたいで、だから厳しかったんですよ。門限とかも、夕方6時までとかね、8時までとかね、土日は8時までとか、そういう門限もあったりで、まあその中でうまく付き合ってたりはしたんですが、やっぱりクリスマスになって、その周りがね、そういう男女が、どっかお泊まりして、過ごすというのが当時流行ってまして、で、自分もね、なんとかしなきゃと思って、その友達ん家へパーティーをやるから、なんか泊まり込みですみたいなのをそっちの親にはなんか言ったみたいで、うまくね、それで自分の方はまあ、どうしていいか分かんないんで、本当に都内の普通のビジネスホテルのちょっと安い、まあなんつうのかな、シティホテルっぽい感じのビジネスというよりもちょっとシティホテルっぽいところへ予約して、まあ、部屋取って初めて過ごしましたね、お泊まりでっていう、感動の夜といいますか、その彼女のデビュー戦だったので、その深い仲になるのを迎えてっていうところで、自分のデビュー戦じゃないんで、他の女性とはもうすでにねしてましたんで、まあ彼女じゃない人と、あ、お店じゃないよ、ちゃんと普通の子だよ、フリーターかなんかのねやってる子で、元ねヤンキーの女の子でしたけども、非常に可愛い子で、仲が仲良くなって、そういうのをやね、まあそんなことはどうでもいいんだよ、クリスマスの思い出なんで、大事だね、本当に好きな彼女がその後できて、その後ねできて、そういう風に過ごして、プレゼントも何だったっけな、手編みのマフラーかなんかをもらって、感動したのが、その編んでる目がやっぱ慣れてないんで、目が詰まってたりとか、そのねマフラーの木、この糸のね、ちょっとほつれたところ直したところみたいなのがあったりで、なんか一生懸命頑張ったんだなと。それで本当にその出かける前の日までやってたっていうね、寝不足だったんですよ、目が赤くて、なんかそれで聞いたら、どうしたのって言ったら、ね、これ編んでて寝れなかったみたいなね、本当になんかね、母さんが夜なべをしてみたいな感じの変な童謡があるけど、歌があるけど、そんな形でやってたみたいで、だからそれはね、非常に感動しましたね。物をもらうことが嬉しいんじゃないんですよ。誕生日プレゼントって交換するけど、
そういう物目当てではなくて、その人に選んでプレゼントをあげようというその気持ち、金額の代償じゃなくて、俺はその気持ちっていうのがやっぱり嬉しいっていうね。今でもそう、今もそうよ。だからそういうこの人のために選びましたっていうね、ああなんか自分のためにそういうのを選んでくれたんだっていうのが、まあ一番ポイントというか、で別に上から目線じゃないけど、評価っていうかね、そういう女性に対して、何でもいいからそういうので選んでくれたって、一生懸命選んだっていうところがね、ただ選んだだけじゃなくて一生懸命っていうところが、すごい感動を覚えたっていう記憶がありますね。で自分何を送ったのかって言った時に、あんまり記憶ないんだよねすげえ記憶なくって、なんかネックレスは送ったんだよね。どっかのブランドかなんかのね、学生なりにも一応バイトもやってたんで、であの時代って結構バイトでも稼げる時代だったんで、デート代も全部俺がゴチしたりね、学生の身だけど、で向こうもね当然女子校の子で、バイト禁止の学校だからお金なんかないんで、だから全部自分がねデートのたんびに出したり、ホテル代、ラブホテルとかのねホテル代も出したりとかね、やってましたね。全然苦じゃなかったですね。やっぱ一生懸命その子のことだけを考えて、一生懸命恋愛してたんで、本当にこの人と結婚したいなみたいなね思ってましたけど、まあ結果的に2年ぐらいで別れてしまったというねこともあって、自分がもう専門学校行って、その後社会人になってからおかしくなったのかな。やっぱ向こうは4大行ったんだよね。4年生の大学行って、結構そのモテる、やっぱり女子大エスカレーターで上がってって、行ける大学でしたんで、すごい男の人からも需要のあるところで、合コンの嵐でもうチヤホヤされまくったわけですよ。女子校から野に放たれて、その男性と触れる機会が増えて、もう自分はモテるんだみたいな、ね、ですげえ可愛い子だったんで、芸能の方にもスカウトされて、女優の卵にもなった子なんで、後々の話を、また会う機会が再会することがあって、一回また再会して付き合ったこともあるんだけど、俺はあまり別れた人とは二度とやり直さない主義なんですが、その子のことは一番人生の中で好きだったんで、もう一回ねやり直してって、まあ、やっぱねやり直してうまくいく人もいるけど、まれだけど、ほとんどが失敗するんで、そこで教訓になったっていうかね、まあ、別に見栄え重視とかじゃなくて、本当にね、お嬢様でも世間も知らずでもあったんだけど、いろいろ自分と一緒に出かけることによって、大人の女性になっていくみたいなね、普通の遊びを知る女子高生になっていったっていうねところもあって、非常にね楽しい時期を、過ごしまして、その人とは、まあ、結果的に他の男作っちゃって、そっち行っちゃったんだけど、まあね、俺はあまり魅力がなかったんだろうけど、見栄えだけは当時は良くて、意外とこうモテたりはしてたんで、まあ、とっかいひっかいみたいなこともやったりね、浮気とかもしてましたけれども、今はしないですよ、そんなことは。大人だからそんなのしないけど、そういうこともしてて、まあ、いろんな女性とも知り合って、その後ね、やっぱり信用ができなくなったのも1回目がそこだよね。本当に好きだった女性で、このままお互いに結婚しようねみたいなことを言ってて、それでダメになっちゃったっていうのもあって、まあ、男の方結構ね純粋なんですよ。遊ぶことは遊ぶけど、けつ軽いところもあるけど、そうなんだろう、根底の部分っていうのはその純粋なね、ピュアハートを持ってるわけですよ。ピュアハートっていうのは言わなあんねんけど、まあまあそういうね思い出があって、まあ、いろんな思い出がありますよ。いろんな女性とのクリスマスにまつわるねエピソードは、なんか昔はそのねバブルが弾けて、そのまだいい時代をちょっとね残ってる感じで、なんかどっかの一流ホテルを予約してクリスマスを彼女と一緒に過ごすっていうのがなんかねあった時代で、ずっと残ってる時代だったんで、なんかそんなのはね何回かやってましたね。やっぱお泊まりね、1年に1回だから特別だからっていうことで、そういうねちょっと高い都内の高級ホテル予約してとかね、なんかやってましたね。で今はもうそんなこと考えてないです。本当にお互いが楽しくね自然体で過ごせればいいかなというふうに思ってるんで、また長くなりましたけれども、またこの辺で。
それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあね。